い、問題です、ね、今日は、はい、おお最近はい、癒されたこと、あ、癒されたこと、はい、うん、を聞こうかと、おお、いいんじゃないでしょうか、思ってますが、はい、最近なんか癒しになるようなことありましたか？ないですあの癒しとは真逆の状況なんで、いや話が終わるわあ、まあ、強いて言えばやっぱ飼ってる猫とかになるんじゃないですかね、はい、あー、なるほど、うん、猫ちゃんね、うん、猫ちゃんはもうどうしても癒しですよね、あれはね、可愛いよね、可愛いです、もうぐらいですよ、もう今の俺の癒しといえばもう猫を見ることぐらい、猫いますけどはい、どうだかね、まあゲロ吐くわ、はい、うるさい、めちゃ泣く、そうでしょ、うん、泣きますね、めちゃ泣く、うん、すごくあの食べ物欲しがるのね、うん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 、そうっすね、意外と食いますよね、うん、あげたいけど、うん、やるとすぐあの、うん、吐いちゃうから、うんうん、まあその辺ちょっと制限をしてる感じですね、うちの猫ちゃんは、もううちはもう甘やかし放題なんで、もう本当にもう甘やかしてばっかりですよ、あの俺基本的にちゃんと動物飼うの初めてなんで、はい、うん、もう何ですかね、もう可愛さにやられてしまって、もう一番何ですかね、あんまりこう節制っていうんですかね、こうあしつけとかもほとんどしてないんで、猫はでもしつけらんないんじゃないかな、うん、ほらよくあの噛むのはあんまあかんって言うじゃないですか、はいはいはい、もう俺噛まれ放題ですからねもう甘噛みですけどね、甘噛みですけど、はい、やっぱあんま良くないって言うじゃないですか、その噛み遊んでる時とかに噛み癖つけるのはあんま良くないみたいな、あね、それなのかな、もう、 うちの子あの噛まないから、うん、まああれだけど、おなんだろう、強いて言えばトイレ、あトイレ、うんうん、はあの、はい、勝手に覚えてくれた、うんうん、うちもトイレはそんなに苦労しなかったです、うん、だから意外でしたもん、うんうん、なんかもうここなんだねって自分で理解をしてくれて、うん、シュウ君のとこの猫は元はノラですか？ノラ、あ、ノラですよね、うちもノラなんです、保護猫、あ、じゃあもうほぼ一緒ですね、はい、うん、なんで保護してで、まあ、うん、うん、だ、な、なんかもうなんだろう、なんていうかな、成り行きで成り行きでも買うようになっちゃって、うん、そう、うちも一緒ですよ、なんかもう、うん、そのなんですかね、こうたまたまその縁があって来たというか、うん、買おうぜって言って買ったような感じでもないんです、ああもう仕方ないねっていう感じで、買ったやつなんで、よりあれですよね、懐いてくれるというか、いついてくれるのは嬉しいですよね、あーそっか、うん、うん、なるほど ね、猫ね、うん、他はないですだってもうほら状況が状況ですから、基本的に、あー、まあお互い様でそれは、うん、うん、だからなんかこう癒しでもよくよく考えたら、その人生においてその癒しっていうものとは多分ほど遠い人生を送ってきてるなと自分で思いますね。ああ、なるほどね。なんかこう癒し、なんかこうキラキラっていうこう回復系のやつじゃなくて、はい、楽しいとか、はい、あんまり思ったことないんですよ。楽しいがよく分かんなくて自分。楽しいかよ。いや本当にあのね楽しい、あのね面白いはよく分かるんですよ。はい、どういうものが面白いかってやっぱ自分なりの哲学みたいなのもあるし、はい、これが面白いだろうって、楽しいっていうのがよく分かんなくて、あー、うん、そっか、今楽しくない、うん、いや面白いとは思うんですけど、それを自分の中でこれが楽しいんだっていう思うようにしてます。あー、なんだろうね、うん、感受性が貧相だな。あ、逆ですね多分。逆？あの、分けちゃうんですよ。あー、なるほど、うん、だから映画とかもすごい好きなんですよ、見るの、はい、で好きなんですけど、あの
薄っぺらい娯楽映画みたいなやつあるじゃないですか。はい。ああいうの見てると本当にゲボ出そうになるんですよね。いや、あのなんだろうね。うん。あのあれだ、癖が強いね。そうです。あのよく言うじゃないですか、あの社会派ドラマみたいな、その歴史ものとか、はいはいはい、そのなんで本当にあった事件を映画にしましたみたいなものは見ると疲れるっていう人いるじゃないですか、はい、その本当の事件とか歴史なので、なんか授業を受けてるみたいだって疲れるっていう人いるじゃない。それよりもスパイダーマン見て、はい、なんか雲人間がビルよじ登るところが見てすっきりするみたいなバカがいるじゃないですか、はい、あの考えられないですよね。考えられないことはない。いや、ごめんなさい、言い過ぎました。言い過ぎました。それはもう個人的主観なんじゃないかな。そうなんで、それは言い過ぎました。ごめんなさい。あのスパイダーマンもめっちゃ面白いです。あの見てたら面白いんですけど、あのね、何を伝えたいのかっていうのを探るタイプなので、ああ、なるほど。あの娯楽映画は薄っぺらいから、そんな伝えたいことなくて、ハリウッドとか爆発させたもん勝ちじゃないですか。まあまあ確かにそうなのかもしれませんね。うん。だからなんかそういうのを見てると、なんか一生懸命探しちゃうんですよね。その自分にとって言う、なんていうんですか、こう糧になることを探そうとしちゃうので。ああ、はい、なるほど。うん、だからノンフィクとか好きなんやね。好きですね、大好きですね。 あの NHK でやってる、俺 NHK の話していいのかな、受信料払ってないのに。 NHK のあの72時間っていう、あの夜中にやってる、今もやってるのかどうか分かんないんですけど、はい、あのナレーションのないドキュメンタリー番組みたいな、多分触れ込みだったと思うんですけど、はいはいはい、本当になんか定点カメラとかでコインランドリーをずっと映してって、どういう人がこう洗濯に来るかみたいなことだけを映してたりとかするやつがあるんですよ、はい、そういうのがすごい好きなんですけど。サイコパスだね。あのほら、たまにライブカメラあるじゃないですか、高速映してたりとかするやつ。ああ、はい、まあ、あれとかみんな大好きですもんね。いや俺ほら、なんていうか、あんまりテレビを見ない子なので、はい、うん、なんだろうね、あんまりテレビに癒しを求めるっていうこともないし、うん、映画とか見ます？映画、はい、映画は、うん、なんかたまに気が向いた時に。あ、やっぱ娯楽的な要素でっていう感じですよね。うん、なんかこう自分のなんだろうね、気を、あ、なんとなくこれ見たいかもと思ったやつを見たり、うん、なんとなく生きてる人間だからさ、はい、仕方がないですよね。俺ね、あれなんですよ、なんかこうその時にちょうど自分が考えてることとか、はい、あの思ってることがテーマになってる映画を、はい、あのこうクソほど見ちゃうんですよね。あ、なるほど。うん、だからそこにメッセージ性とか、何かしらこの監督なりこの映画を作ってる人たちが何を伝えたいかっていうのがこう入ってないと、はい、なんか見る気しないんですよね。わわ、でも響かす自信がない。でもですよ、でも、はい、その例えば娯楽としてスパイダーマン見たりとか、はい、あのハリーポッター見たりとか、ロードオブザリング見たりとかはしますし、はいはいはい、もっと言うと話題になった映画とかはやっぱ皆さんとお話をするという、皆さんの前でお話をするっていう上では、そうだから全部が全部なんかもうお勉強の気持ちですよね。あ、なるほど。だから映画が好きだけど楽しくはないです、見てて。これをどこかで話さないといけないとか、はい、自分のものにしないといけないって思って見ちゃうので、もうそれ癖なんですよね。もう何も言えなくなるね。だから楽しいが分かんないです。はい。言葉がない。あのあれですか、シュウ君は割と飲み会とかは好きですか？みんなで飲み会とか。ああ、飲み会は誘われれば行くね。あ、まあメンバーによるでしょうけどね。あ、付き合いでしか行かない感じですね。はい、うん、俺あれもそのなんとか会とか飲み会とか、もうその送別会新年会とか大嫌いなんですよ。ああ、なんで？あの何ですかね、面白くないじゃないですか。あの面白い。いやいや、あのね、本当面白くないんですよ。
あのやっぱそれもメンバーにはよるんですけど、はい、もちろんね、はい、ただその何ですかね、あのよく学校教育の話とかでよく出る話なんですけど、はい、あの一番下の頭が悪い子に合わせるのが教育みたいな話ってあるじゃないですか。あ、はい、ね、一番こうできない子に合わせて授業は進めていかないと、ちょっとできる子に、ね、ばっかり合わせると、あの何ですか、落ちこぼれが出ちゃうよみたいな話ってあるじゃないですか、はい、あのね、それはもう教育だからもそうなんでしょうけど、はい、そういう人とのコミュニケーションで、コミュニケーションできへんやつとか面白い話できへんやつを、その何ですか、こいつに合わせようみたいな、なんかもうその面白いところでうだ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 、なんかネチ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 やってんの腹立つんですよ何がおもろいねんと思うんですよ、その話の何がおもろいねんと、何がそんなに広がんねんその話でみたいな、お前のその誰も知らん、お前のその出身の高校の担任の話誰も思んないわって思うんですよね。それはあれじゃないですか、はい、その話す側の、そうそう、技量でしょ、技量、うん、でしょ、それがないやつに合わせてみんながヘラヘラしてるところで何がおもろいんと思うんですよだからそういうなんか心の精神衛生上あんま良くないんで、あ、もうなるほど、はいはい、ジョッキで殴りそうになりますからねあのゴチンっていきそうになりますから、ごめんね、ちょっとなんか話題を変えよう、はい、そう、こういう話になると熱くなっちゃいますよね、うん、すごくなんかなんだろうねそう、汚い言葉が飛び交う、いいんじゃないですか、あの割とこういう汚い言葉そうですね、 あんま良くないかもしれないな、あでもほらどっちかっていうと嫌われるのはこっち側なので別にいいんじゃないですか、はい、それは、うん、そうですかね、うん、なんかこういう住み分けもありだと思いますよ。本当ですか、うん、なんかこうまともなことを言う人と、はい、あのちょっと狂ってることを言うやつみたいな住み分けができるじゃないですか、はい、はい、もう俺はもう別にその何ですかね、こう汚れ役みたいなのはいくらでも引き受けますよ、俺はもうその気持ちでいますからね、あのどうですか、あの言いたいこと言ってやろうみたいなやばいやばい、もうお物扱いされるぜもういいんじゃないですかね、もうあの何ですかね、お物みたいなもんですから俺はあれだね、あの海、あ、海ですね、うん、癒されますね、海行くのが好きで、うん、はい、その泳ぎに行くとかそういうのじゃなくて、うん、なんかそのなんだろう、うん、その日が沈むぐらいの夕方の、はい、うんうん、ちょっと黄昏たい時に、はい、もうすごいなんかセンチメンタルな話になるけど、うん、涙とか出てきません？な、それはないかな、あ、そうなんですよ。俺あの年取って涙腺がもうほらバカになってるんで、はい、もうあのこの間はなんかバイト先の、あの、はい、下足箱を見てちょっと涙が出ましたもんな、どうして？いや、あのね、その下足箱って人の靴が並んでるじゃないですか、はいはいはい、だからこの靴の数だけ、はい、人生ドラマがあるんだって思ったらめっちゃこうツーって涙がやばいやばいって、もうやばいやばいと思ってどうしよう、止めどないね、もうね止めどないですよ今あの今もう本当にあの精神があの日々入りすぎなんで、まあ、ほやほやなんでね、そんなあなたに幸あれ、うん、ありがとうございます優しい優しい優しいね、ああ俺はあのやっぱりなんだろうね、海ですね、海いいな、波の音とか、はい、うん、聞いてるとすごくなんかいいっすよね、あ、今日一日頑張ったんだなっていう思えたりとか、うん、嫌なことでも、はい、もうなんかちっぽけだなと思えたりとか、はい、うん、あ、じゃあ根がポジティブなのかもしれないですね、どちらかというと私ですか、はい、まあ、悪魔みたいな人間ですよ。いや、多分そのそこでこうなんですかね。その不幸は蜜の味がする。
そうっすよね。うん、そうっすよね。もう感じて仕方がない。はい、もうそうっすよね。あの、でも多分ネガポジティブやと思いますよ。そうかな。やっぱ海見て頑張ったなって思えるってことは、やっぱある程度の自己肯定感はあるわけじゃないですか。あー、なんかなんだろう。だってちょっともうすごく寂しいこと言うけど。はい。自分が自分をねぎらってやんないと、はい、うん、ねぎらってくれない誰も。そうなんですよ。最近すごいそれをやっぱ自分の中でも思いましたね。誰も褒めてくれないから、うん、自分ぐらいは褒めてあげないとって思うようになりました。すごい、なんか俺、はい、ほら一人ぼっちだしさ。はい、まあお互いにね、そこも、はい、社会不適合者みたいな、はい、みたいなじゃないんですよ、もうみたいなじゃない、社会不適合者なんですよこの2人は。なんか自覚してください。なんかごめんなさい、認めたくない。いやいや、そこは認めましょうよ、うん、認めるところから始めましょうっていう。あ、はい、すいません、うん、ね、努めます、うん、でも本当その何ですかね、こう確かにそうですよね。海見て癒される気持ちは分かるんですけど、あの俺はネガティブだから、はい、そう、根本がネガティブなので、はい、海を見ていてこのままずっと歩いていったら自分はもうこのままこう死に向かうとか思っちゃいますよね。だから失楽園みたいな最後をこう自分の中でイメージしてしまいます。なんだろう、マッパで二人で入っていこうぜみたいな、そういうなんかこうネガティブな印象しか出てこない。なんかこう ずっと見たらブクブクの死体が浮かんでくるんじゃないのかなとか思っちゃいますよね。なんか違うんだよ、もうなんかね、うん、発想がね結構ねレベルが高いのよ。え、逆でしょ、この件に関しては。すごくさ、もうなんか、はい、行くとこまで行くね考えをしとるやん。まあまあまあ、そうですね、うん、どうなのと思ってさ、うん、だから本当根本がやっぱり、あ、でもそこはやっぱり根本ネガティブとポジティブで、はい、あの真逆だけどいい塩梅で、塩梅っていうんですかね、いいバランスが取れてるのかもしれないです。ああ、なるほど、うん、あ、だから俺はしゅうくん見てて、まあまあ、すごい気持ちがこう上がってくる感じがしますもん、やっぱり。そうなの、うん。そのなんていうんですかね、こうなるようになるさ感。だってなるようにしかならないでしょ。いや、まあそうですけど、うん、いくらなるように、はい、いくら頑張っても、はい、何、例えば大きな力とか、はい、権力には、うん、まあかなわなくて、うん、そのたんびに何、自分の力のなさとか、はい、不甲斐なさに失望するわけじゃない、はい、でも疲れるじゃない。疲れます。だったらもうなるようにしかならんか、はい、諦めようって、はい。多分ね、これを何ですかね、本当にいろんな人に聞いてほしいって思うんですよ。何、これをさ、例えばたくさんの人が聞くじゃないですか、はい、聞いたとして、はい、どうだろう、みんながそうだそうだっておっしゃる通りだってはならないと思うのね。あのね、やっぱこの閉塞感があるこの今世の中で、うん、ああ、やっぱこう一番こう みんなが本当は言ってほしい言葉は、はい、もしかしたらなんとかなるさっていう言葉かもしれないんですよね。なんとかなるさって思ってるのかな、うん、みんな。いや、思いたいんですよ、けどいろんなことで思えないから、誰かにそれを言ってほしいし、誰かにそれでいいんだよって言ってほしいんですよね。なるほど。だからしゅうくんは教祖とかになったらいいんですよ。いやだよ。教活動。うん、教祖をやりましょう。宗教をやりましょう。ザビエルになるんだって、そういうことしたら。もうほら、今もうほら、もう統一教会とかあの辺がちょっともうね、あの幸福の科学のあの、あの人も亡くなっちゃったりとか。ああ、そうね。統一教会もちょっと怪しい雰囲気になってるんで、うん、今ですよ、新しい怪しい宗教を作るのは。今しかないですよ、宗教って言っちゃったらダメ。もうあの力の強いところが今こう揺らいでる時がチャンスですよ、新進気鋭の。でもダメだよ、ダメ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 、もうカルト宗教を打ち出す、もう今なんとかなるさ教
なんとかなる先を、うん、なんとかなる先を、うん、レッドイットビーですよ。レッドイットビー、レッドイットビーな、はい、イマジンっていうのをあのみんなで言いましょう。やめよ、はい、イマジン、さあ皆さんご一緒にイマジン。それはもう、はい、もう言ってしまえばさ、ビートルズが好きな人とかさ、はい、ね、そういう人しか集まらないわけじゃん。だからそういう人信者でいいじゃないですか。そういう人をこう幹部に据えて、はいはい、布教していくっていう。ダメダメだよそんなのは、はい、家家を回ってビートルズのアルバムを配るっていう。金がかからやばいな。聞いてください、ビートルズ聞いてくださいって。ちょっと待とう、はい、おかしいってえなんですか。あの人のふんどしでさ相撲取るのやめようぜ、はい、そうですね、はい、そんな情けないことはないぜ。だからもう、もうあれでしょ、もう過激になどんどんなっていくと、はい、もうあの地下鉄で、はい、大音量でビートルズを流すとかです。気分悪くなって人がいっぱい出て大事になるっていう。誰だビートルズ流したのはっていう。まあ人は死なないからいいけど、はい、むしろみんな癒されて帰っていくかもしれないんで。分からん人には伝わらん。そうか、分からん人には伝わらんよね。